もう危険な部屋に住んだりしちゃダメだよ。絶対だからね。これからまた悪夢を見てしまうのですが。ん死体損壊、女性死亡、孫と祖母の二人暮らし、年金の正受給。金目的か。死体損壊、ゴミ袋か。 寝れアヤますあやめちゃん <laughs> 投資能力まだイベントがありそうですな、ね、浴槽かなパァン まだ怒らないな仕事に行こうか寝るんじゃないんだフリータイム来た今日の仕事が終わった今夜の夢を考えるとあゆみに詳しい話を聞いた方がいいかもしれないあゆみは大通りにいると言っていた家に帰る前に話しかけてみようあゆみとあやめでちょっとややこしい <laughs> できれば、モブキャラじゃなくてサブキャラぐらいで消費したいですよね。大通り左側かな。コッコ。いたいた。かわいい。あ、冬月さん、今日はもう仕事上がり私も、お互いお疲れねえ。 で何か用があるって顔だけどどうかした大通りで借りた物件について聞こうかえ前に大通りで借りたあの物件あああれねあの物件に住むってあんたがいた時は気が触れてるって思った確か孫と祖母の2人暮らしで孫が祖母の遺体をバラバラにして空き地に捨ててた事件よね空き地に <laughs> それだけじゃなくて孫は祖母の年金で暮らしてたから祖母の遺体が見つかるまで年金を不正受給してたのその物件ならあんたが住んでくれたおかげで今は違う入居者が入ってるはずよほんと経済回してるわ歩みも歩みやな <laughs> 悪やなすでに別の入居者が入ってしまっているだしとなると困ったことになったどうしたの 顔色悪いけど、別に初めてする話じゃないわよね。あいみに事情を話したところで笑い飛ばされる気,気しかしない。しかし、背に腹は変えられるんな。どうしようか。今の入居者はどんな人物だなに <laughs> これ、バッドエンドって <laughs>。今夜その家に用がある。何もかも諦める。バッドエンド。気になる。 いや、歩みに話したところで何とかなる問題なのだろうか。そもそも、こんな常軌を逸している問題を普通の人間が解決しようとすること自体が間違いなのではないだろうか。ちょっと、あんた本当に大丈夫今にも倒れそうよ。何も告げずに家に帰った。歩みは心配してくれたが、わざわざこんな厄介事に巻き込んでしまって申し訳ない気持ちが今更ながら湧いてきた。 今夜は何も気にせず寝てくれと言うとあやめはうなずいた寝るのが恐ろしい寝ればまた悪夢がやってくる悪夢が俺を殺しにやってくるしかし睡魔には勝てずそのまままぶたはゆっくりと落ちていくドド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 。目を覚ますと冷たく湿った床の上に寝ていた近くで 何かノコギリできるような音が聞こえる指先を動かそうとしたその時手の先の感覚がないのと同時に肩口がひどくひどく痛んだ腕がないそれだけではない足もだ足も太ももから先の感覚を感じることができない痛みはないのか混乱の最中必死に眼球だけを動かして辺りを見回す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  ごめん、ばあちゃんばあちゃんうーんエッチじゃんすぐ耳元で誰かが何かを支えているのがわかる恐ろしいよりも激しい痛みで正気をた、ま、保っていられない思わず短いうめわめき声を上げてしまった頚椎を締め上げる感覚ばあちゃんばあちゃんこれでこれでいいんだよな息ができない なぜ肌か。<laughs> 鼻が痛み、目に水の膜が張る。視界が歪む。なぜこんな目に合っているのか、目の前にいるのは誰なのか、その答えもわからないまま。まるでテレビの電源を切るかのように、一つの人生が終わる。詩人やな。バッドエンド、息は途絶える。糸は途絶える。ヒント、諦めず人に話を聞く。はーい。 反省してますでは続きから今の入居者はどんな人物だあゆみに今の入居者について聞いたどんな人物か分かれば直談判することも可能かもしれないちょちょっと何不動産勤務に聞いてんのよ言えるわけないでしょ顧客情報よ私が雷食らっちゃうんだからね 言いたそうああもう仕方ないわね。私が言ったなんてばらしたら絶対許さないからね。うーんーつんでれ。たか、喫茶店勤務の女性だったはずよ。前髪がすごく長くて暗い感じだったわね。喫茶店勤務の女性。だとしたら自分が直談判しに行ったら警察を呼ばれる可能性がある。それはできるだけ避けたい。できるだけ。カツラギとも打ち,解け打ち解けられるあやめだ。 ひょっとすると何とかなるかもしれない生きるか死ぬかの選択で最善の方法を模索したことによって感情値にボーナスがつきました最善さっきは最悪でしたけど消えたニャー <laughs> 普通の猫なのかこれ普通の鳴き声の猫だ撫でるニャー そそこそこ気持ちよさそうだお兄さん許しておついに接触また会ったねお兄さん潜在意識と健在意識って言ってたからこの子がなんか健在意識的な感じなのかこの子がアヤメの本体なんじゃないの 私が言ったた女の子見つけたああいいよ本気にしなくてそんなに気にしてないからなんか顔色悪いねどうかした私じゃあ力になれないかそうだよねだって一回会った程度だもんお兄さんのことよく知ってるわけじゃないしちょっと神と神と若い世話の隣のお兄さんが気になるんですけどね少女は妙に含みのある物言いをしてくる何が言いたいのだろうか あ、そうだ。これ街中で女の人にもらった傘なんだけど、私使わないからあげる。<laughs> いらない <laughs>。それじゃあ、頑張ってね。な、何やついつの間にか少女がいなくなっている。お、ラッキー雨降るじゃんじゃあ使おう。とにかく今日は家に帰ろう。まだ消費してないですね。フリータイムは。 つ月くん仕事帰るかいあやめちゃんは元気にしてるこんなとこで道草してないで早く帰ってあげなよ。カツラギはあやめのことを心配しているようだ。そういえばこの間あやめとも早々に打ち解けて話をしていた。カツラギと世間話でもしようか。しましょうか。<laughs> ここまで来たし。えあやめちゃんのことが気になるかってそりゃ気になるさ。まさか君に妹がいるなんて知らなかったし。 娘も生きていればクあやめちゃんと大体同じくらいの年だったんだけどね亡くなった娘さんかそう本当なら今年で小学校生活最後の年だったんだけどね本当は良くないと思っているんだいつまでたっても前に進めないのはいまだに妻の部屋もそのままだし娘の異変も片付けられないたまにお袋が来てね その件で怒られるんだけどもしかして今までのは全部夢で起きたら変わらぬ日常があるんじゃないかって今でも思ってしまう朝起きたらまた妻と娘がいておはようって言ってくれるんじゃないかっておっちゃん無理に前を向く必要はない気をしっかり持て夢じゃない現実だ辛辣やな 気をしっかり持てありがとう気にかけてくれてそうだよなしっかりしないとああそうだ実家からリンゴが送られてきたんだよ持って帰るかいカツラギからリンゴを2人分もらったうんあんまり感情値は影響してない感じですね お母さん遅いなあ少女は誰かを待っているようだ話を聞こうかおじさん誰えどうしたのってえっとえっとお母さんの帰り待ってるですお母さん病院でお仕事してていつもはもっと早く帰ってくるんだけど本当は怖い人がたくさんいるから家で待ってなさいって言われてたんだけど心配でここホテル街だと <laughs> 少女は母親の帰りを待っているようだ 仕事しているのは病院と言っていただとすると母親がいるのはえー、っと東通りかな確か東通りに総合病院があったはずだ少女に母親のところまで送ろうか聞いてみたえいいのおじさんいい人だね本当にいい人だよね警察に見つかったらまずいですよ このカメラ演出は一体連れて行くとしたら柄の悪い男がいる場所は避けた方が良さそうだステルスミッションこのまま下に行けばいいのかな行くぞあここを通るのは危険かもしれない別の通り道を探そうあれ柄の悪い男だったんだ治安悪いな こっから東こっこママーお母さん顔死んでるならちゃんここまで一人で来たの危ないから夜は外に出ちゃダメって言ったでしょあのね優しいおじちゃんが教えてくれてここまで来れたのおじちゃんがいたから怖くなかったよ れ通報されるやつ <laughs> そうだったのうんよかったわそらちゃんが無事ででもねあんまり知らない人を信用してもダメよおじちゃんが優しい人だったからよかったけど悪い人だったら大変でしょうんごめんなさい分かってくれればいいのよそらちゃんごめんね遅くなっちゃって一緒におうちに帰ろうね無事に迎えに行くことができたようだ感情値が少し上昇したやったぜ そして、幽霊とかじゃなくてよかった <laughs>。成仏とかしないでよかったな。ご親切にどうもありがとうございました。今度お礼をさせていただけたら嬉しいです。丁寧やな。おじちゃん、本当にありがとう。それと、無理ってごめんなさい。いいってことよ。通報されないし。 えー行動ポイントがね一つ余ってるんですけど特にイベントは起こらなさそうなので帰りたいと思いますじゃあ現帰りましょうねしゃあないあお帰りなさいさあ悪夢の始まりやどうかしたの私の顔何かついてる この間の路地裏での出来事といい、さっきの出来事といい、あの少女は一体何なのだろうかカオル、本当に大丈夫今日、お仕事忙しかった疲れてるアイメは心配しているようだ。大丈夫。そっか、ならいいんだけど。アイメに今日見るであろう悪夢の話を持ちかけた。まず、悪夢に出てきた部屋は大通りにあること。そして、 すでにその部屋には入居者が住んでいること部屋の番号間取りそしてどうしたの薫そしてそれは自分がこの町でジュリーに拾われて居候していた頃に起こった事件だ空き地に捨てられた一斗缶の中から人間のバラバラになった手足が見つかった 捜査によって各所に落ちていた一斗缶の中に入っていた死体から近所に住んでいた82歳の女性と判明した当時同居していた孫が遺体損壊の容疑で逮捕されたそれに加え4ヶ月も年金を不正受給して生活していたことから事件の異常性も含めてワイドショーを逃げわせただが犯人は統合失調症と診断されたことで原刑さらにおそらくして 両親からネグレクテを受けてたことも要素になり懲役5年と極めて軽い判決になったというこの内容をあやみにできるだけわかりやすく話したもしかしてその部屋で薫を待っているのってそのバラバラ死体のおばあさんなのかなひどいね自分を育ててくれたおばあさんをそんなふうにするなんて でも謝ってたな一言では語れない事情もあるそうなのかなしかし大丈夫なのだろうかいくら入居者が女性とはいえ夜中にあやめが訪ねて安全と言える保証はない自分の命のためにあやめを危険にさらしているのではないだろうかそうだよ <laughs> 夜中だぞ薫私大丈夫だよ 薫に出会った時も黙ってついていったし別に怖くないよそれに私薫のために何かしないといけない気がするんだ何かしたいとかそういうのじゃなくてそうしなくちゃって思う感じ時々あゆめは不思議なことを言う思えばなぜ自分についてきたのだろうか自分で言うのもなんだが自分はとても優しい人間とか思えない顔をしていると思う いつか彼女の素性も分かる日が来るのだろうかとにかく今晩は覚悟して寝なければ小村さんって変な匂いするよねあ違うのそういう匂いじゃなくてなんか普通の人じゃないみたいなそういえば小村さんも私のことを変な匂いするって言ってたどうしてなんだろう上がったの <laughs> その話これの音か これは見ましたね行くぞい処処理処理心構えをしていたおかげか不思議と気持ちが落ち着いている誰かが扉の向こうに立っている。 覗きままあいいんじゃないのあうーんすで <laughs> に中に入っていた薫やっぱり起きない薫薫 <laughs> 乗ってる乗ってるやっぱり起きない 確か大通りの路地の奥に入ったところにあるマンションって言ってた私が何とかしないと待っててねカオルなんか落ちてるすすごい雨この中を歩いていくのはちょっと大変傘とか置いてないかなありますねありますありますあれこんな傘ここに置いてたかな 今日玄関を見たときは置いてなかったから今日カオルが買ってきたのかなコンビニのシールがまだ貼ってるしこれ使おっと <laughs> やったぜ <laughs> 間接的にあの謎の少女に助けられた行くぞー何やつセーブしとこうか 審な男お嬢ちゃんこんな夜遅くに出歩いちゃダメだよあえっとごめんなさいあのこの近くにおばあさんが死んでバラバラ死体で見つかったっていう事故物件があるって聞いたんですけどどこにあるか知ってますかどうしてそんなことが知りたいのかなええー、っとヒヒ お嬢ちゃんあんまり危ないことに頭突っ込んだらダメなんだよあそこはね本当に危ないんだからキモ教えてあげようかあそこで何があったかこと細かにごごめんなさいそういうのいいですから大丈夫ですヒヒ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 あの何してるんですかファおやぼったい女性 あ、あれ君、この間雨の中突っ立ってた子こんなところで何してるのえどういうことこの人と私、初めて会ったよね。あ、この間あげた傘、使ってくれてるんだね。役に立ってよかった。ええ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 どういうことこの傘、は藤月さんのもののはずなんだけど、私と誰を勘違いしてるんだろう 私、これで帰るね。気をつけて帰って。あ待って、お願い教えてほしいことがあるの。聞きたいことあの、この近くに、すごく有名な事故,事故物件があるって聞いて、そこに用があるの。ご、ごめん、私にはよくわかんないや。肝試しでもするの えっと、そそんな感じそ,そんな危ないことしない方がいいと思うけどどうしても今行かないといけないの <laughs> それならうちに来るなぜえうちなんだか変な音が聞こえるんだ寝てるときにノコギリで何かを切る音が聞こえるのお前かい ロングヘアじゃなかったのか行きたい連れてってわかった、こっちだよ。前髪で確かに隠れてるけど。確か、薫、夢の中でノコギリの音が聞こえたって言ってた。部屋の番号を確認すれば。やたら出てくるなと思ってたけど。<laughs> この人だったのか ここだよ、私が住んでる場所さあ上がってあおお邪魔しまーすやっぱりここが薫が住んでた部屋だ騙されてるやんあまただひなこちゃんと消していったはずなのに 帰ってくるとテレビがついてる時があるんだ。電気つけるね。よし。名前かわいいな。<laughs> ひなこ。そこに立ってないで上がっておいで。う、うん。奥に誰かいたような気配がした。この人には悪いけど、こっそり部屋を調べてみないと。 こっそりこの段ボールほこりかぶってるテープを破いてもいいけど音を立ててばれたら追い出されちゃうかもハサミできれば音もあんまり立たないかなでもあの人に借りるわけにもいかないかハサミを探せっていうことかね台所包丁とか置いてないんだ料理してないのかな <laughs> バレあっカオル やばいだろこの絵面ファか、かおるえあれあれさっきまで確かにななんか声したけど大丈夫ははい大丈夫何でもないのそそっか分かったごめんね <laughs> 疑ってひなこさん落ち着かない人だけどいい人なんだないつ自己紹介された薫無事なのかなおザッピングかどこからかあやめな気配がする無事部屋を見つけられたようだとにもかくにも部屋の中を調べてみよう 共有しているまだ早いでしょう <laughs> まずはハサミだお邪魔しますじゃねまーす本棚だとても難しそうな本のほかに一つだけ間違いな本が紛れ込んでいる夢を見る人々著者愛愛フ 愛生刑事秋かな夢とは自分の無意識が浮上して隠された願望や感情などと向き合うのに最も適した媒体ともいえる夢を見ている人間は他人の感情を無意識に感じ取りそれが夢の中に顕著に現れるんだというもしもあなたが誰かに知られたくないような強い感情や想念を送る場合は用心するといい 彼らは夢であななたの感情を覗き見てししまうかもしれないつまり寝ている人に強い思いを送ると夢の中でそれを感じ取ることができるってこともしかしたらそれを使って現実の世界から夢の世界に何かを送ることもできるかもしれないまあ結構送ってたけどな前回とか <laughs> 前々回とか。